ジョルジュです。ロマンシングサガ、リユニバース、やっていきたいと思います。本日はこちら。SS 武器がなくて困っているキャラを全部紹介するぞ。9月3日より S 武器の救済として武器錬成がついに始まります。どうやって作るのか、最大攻撃倍率はどこまで伸びるのか、などいろいろとわからないことだらけで、とても楽しみですね。そこで今日は、こちらが今わかる、自分に最適な SS 武器がなくて困っているキャラがどれくらいいるのか、見ていきたいと思います。では、早速始めましょう。武器種ごとに発表していきたいと思います。まずは、9月3日に錬成対象の体験を使うキャラからです。体験は自分の属性 SS 武器が存在しなくて少し困っているのは最終皇帝女です。人気キャラなのにまだ光体験を出してもらっていません。対象スキルは月光になります。回復術のためなくても別にという人も結構多いかもしれませんね。続いて体術の爪です。こちらも3日から錬成武器が登場します。自分の属性 SS 爪がなくて少し困っているのはレオニードです。エーススタイルに闇術があるので、それを使う場合は必要になります。まあ、そんなこと考える人はいないとは思いますが。どんどん行きましょう。次は、弓です。弓も3日に錬成武器が登場します。自分の属性 SS 弓がないのは、ウィンディ、ロベルト、ラベールです。3人とも風の SS 弓がありません。それと、土の SS 弓がないのは、ナルセスです。この中で優先度が高いのはナルセスとウィンディでしょうか。ナルセスは知力が高いのでデルタペトラで石化を狙っていける数少ないキャラです。ウィンディはアビリティの追い暴風を生かすためにはどうしても風の錬成武器が欲しいところです。続いては剣です。ここからは3日の錬成武器ではまだ来ませんのでご注意ください。剣で属性 SS 武器がなくて困っているのはクジンシーとゾズマです。特に、ゾズマは、この錬成 S 武器でも一番と言っていいくらいに、注目されているキャラでしょう。3回攻撃の、雑霊撃が、闇術なので、どうしても錬成された闇剣が欲しいところですね。ゾズマを持っている人は、真っ先に、これを作るのではないでしょうか。その価値は、十分にあると思います。次は、斧です。斧は愛者のみになっています。デルタペトラのためだけに、作るのは正直お勧めしません。サクサク行きましょう。棍棒です。棍棒は3人が SS の属性武器がなくて少し困っています。この中で使えそうなのはジニでしょうか。こちらもデルタペトラを使うためになります。サガジニーの知力が非常に高いので石化に加えて錬成武器でダメージも上がるのならやる価値は十分にあると思います。最新のスタイルだけあってジニーの土棍棒も人気の錬成になるでしょう。雪だるまとソフィアは、ヒーラーとしての運用を考えている場合は、錬成してもいいかもしれません。証券は、ジャミルとシエロが、属性 SS 武器がありません。シエロが好きな人は、術のために、土証券を作ってみてもいいと思います。それでも、現環境では、火力不足は否めません。ジャミルのために、風証券を作るのは、正直、おすすめしません。次は、槍です。調べたところ、SS 属性武器がなくて、困っているキャラが、槍で一番多くなってしまっています。この中で、特に優先順位が高いのは、トーマスとマライアでしょうか。トーマスは、グラビティアクセル、デルタペトラ、クラック、とよく使うスキルすべてが術なので、土槍の錬成武器は、ぜひとも作ってあげたいです。マライアは、アビリティ、チェイススプラッシュの強化に、ぜひとも欲しいです。バーバラは、闇術を活かせるので、自己回復やスタンを狙ってしたいのなら、知力もそこそこありますし、闇槍を作ってみてもいいかもしれません。ネーベルスタンは、最新のスタイルですし、ヒーラーとしても使いたい人は、風槍の錬成武器は、ありかと思います。フォルネウスは、スコールができますが、水ではなく、普通に力プラスで、錬成武器を作った方がいいかと思います。最後は、銃です。自分の SS 属性武器がなくて困っているのは、メーレンとドールです。特に、メーレンは、今後の錬成武器では大人気になるのではないでしょうか。最新のサガスタイルで、ヒートウェーブプラスにより、素早さ全体でバフを手に入れたのに、それを最大限に活かせる SS 武器がなかったので、タイミングとしては、ぴったりかと思います。
他にも単体術攻撃のセーバー例もあり、光銃を持てば全体単体と命連の大幅強化になります。ドールはパワースナッチのためだけに闇銃の連星武器を作ることになります。私は個人的にドールが好きなので、銃の連星武器が来たら作ってしまうと思います。今回の自分の属性 SS 武器がないキャラたちはこれで以上になります。日課からの連星武器では対象になっていませんが、属性武器の連星をするなら闇剣のゾズマ、光銃の命連、土槍のトーマスに人気が集中しそうです。とりあえず私は最終皇帝女に光体験の連星武器を専用に作って装備させたいと思います。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。